はい、スカイライン A コースのこぶ斜面見ていきましょうかね。リフトの上からね、ダイヤランドのスカイライン A ですね。大きいこぶですね。相変わらず1レーンしかないね。相変わらず下まであるね。緩斜面、緩斜面、中斜面、中級斜面、中級斜面、急斜面、急斜面のところはあれなんですよ。あ、でかいでかいこぶなんで、これ午前中滑ったんですよ。ガリガリでした。でも今もう今ね1時に過ぎてるんで柔らかくなりましたよ。で上の方は皆さん難しいっていうことで横滑りね、あと木の葉やる人が多くて、割とね、なんていうかな、階段形状、こぶ、ちゃんとしたこぶになってないです。はい、で下の方の緩斜面になってきたら、ちゃんとしたこぶになってますんで、簡単ですよ。ボーダーの人もね、スキーヤーの人も、チャレンジしてみたらどうでしょうか。スカイライン A コースのね、下の急斜面2つあるんだけど、下の急斜面のところですね。はい、このね、ベータライナー登って、降りていけばそこにね、たどり着きますんで、ぜひチャレンジしてみたらどうでしょうか。交差がすごいな、交差がすごいな。なるほどね、だいぶ溶けてきたね。柔らかくなってきたね。午前中は硬くて面白かったけど、柔らかくなってきたらキッカーとかね楽しめるんじゃないでしょうか。はい。